高い順位でこの決勝に進んできました。 A 得点 6.6、 世界チャンピオンの用意とも遜色のないほど、まあ、難度の高い構成をこのアジア大会に向けて準備をしてきました。ボーシタチルガエリヒネですね。はい、ボーシタチルガエリ。ここからベーレに行きました。ここですね。面の見どころは屈伸の森末。処理はどうですか。なかなかいいですよ。もう一つ抱え込みですね。今度は前方ですね。ちょっと倒立で反ってましたけど、そうかですね。終盤まで我慢してきました。フィニッシュに向かいます。最初の演技者、日本の桑原俊、屈伸のダブル着地を決めてほしい。まとめてきました、日本桑原俊。最初の演技者、力強く拳を握りしめました。8人のうち最初に登場してきました、まあ、競技場に入ってすぐ演技を行う、そして最初の演技者ということで、通常であれば得点が抑えられる傾向にありますが、逆にすぐに演技に入れるということは今大会に限ってはメリットがあるのかもしれませんが、そうですね、男子と女子交互にやってますもんですから、なかなか後半の選手が大変ですね。桑原の演技、全般的にどうご覧になりました。普段の出来が出てたんじゃないかと思います。多少倒立でちょっと反った部分がありましたけど、それ以外は良かったと思います。今シーズンは肩の故障にも悩まされました。ようやく仕上がってこのドーハのアジア大会に臨んできました25歳、桑原俊。そうですね、もともと平行棒は得意な選手でしたね。出ました16点台、桑原俊 16.075。 平行棒